チャオ、あっちゃんです。今日7月の12日、あっちゃんちの晩ご飯です。昨日買ってきたモンゴイカのゲソで、なんか作りたいと思います。それとサラダ的なものと作ります。はい、キャベツはね、サラダを まずキャベツをさっと並べます。で、キャロットラペ、キャロットラペをね、ちょっと、ね、使いましょう。キャロットラペを、ね、ドレッシング代わりに使います。ほんまこれボウルで巻いた方が楽かからね。キャロットラペでね、サラダの味付けします。でこれ足らんかったら何かまた考えよう。ちょっと薄い。なんか薄いね。塩、これ一個ハーブ、イタリアンハーブミックス。ああ、蓋しとった。それでいいわ。これで多分、ね、味が決まると思う。酢が欲しいと。ちょっと酸っぱいのが欲しいな。ワインビネガー、レモンや。よし、これ多分決まるな。おいしい。ここにね、オリーブオイル、終わり。なくなっちゃいました。今日買っててよかったな。はい、でね、サラダこれの上に、ハムを乗せたいね。
じゃあちょっと細かめに切ります。ニラをね、ちょっと細かく切っときます。しょ。ニラをね、ちょっと氷ちょっと移しときます。いやね、で、よし、鶏ハムが冷えたからさ、ハムを切りましょう。鶏ハム、お、ちょっとオリーブオイル使ったからさ、すっごいぬるぬるすんね。これがでも正解やねんけどね、美味しいんやけどね。鶏ハムの、キャロットサラダです。これをね、どっか置いとこう、冷蔵庫入れとこうか。ハム完成、ハムチャワー、サラダ完成。で、次ね、ゲソ。さっと、さっと、ね、ゲソを切りましょう。食べやすく切ります。このボウルの中一緒に入れます。大きいね、これ美味しいね、これ好きやね、ゲソね。これ甘辛くね、照り焼きにしても美味しいんだけど、あっちゃんはこれのね、塩コショウが好きだね。うちの子もそうやね、塩コショウが好きでさ。で、今回ね、塩はね、海のものやから、こだわりましょう。
身のもんなんでね、雪塩でいきます。雪塩入れて揉みます。でこれで焼きます。はい、油を引かずに炒めます。ネギでもいいんだけどね、今日ちょっとネギないからニラでいきました。水気が出るからね、水気出したね。塩気が、塩気じゃないわ。水気が出るから、うん、油引かんでも大丈夫だよね、これ。
どうかな、うん、おいしい、完成です。できました、鶏ハムのサラダと、モンゴイカのゲソと鶏皮、この鶏ハム作ったやつでできた皮でちょっと炒めたのと、ナスビのなんやろ、ちょっと酢のものなんていうの、名前わからへんみたいなものです。であと昨日のね、ちょっとだけ残ったミックスホルモンミックスで食べたいと思います。では食べたいと思います。いただきます。幸せ。なんで鶏皮はすごい人気で、もうほとんどないね。うん。見ない。うん。美味しい。大きい人は美味しいね。大きい人は美味しい。今度は鶏ハム。いけてる？味しみて美味しい。さっぱりしてるわ。この鶏とな、この鶏と味ちゃうからな。これサラダも美味しいよ。サラダも食べにね。失敗するな。うん。めっちゃ美味しい。食べた？うん。食べない？食べる？うん。他の人好きやな。他の人好きやんやと思う。いっぱいか。うん。美味しいのに。めっちゃ美味しいんだけどね。
明日どこがうまいよ。めっちゃ美味しいよね。うん、あっても子供の頃綺麗だけど。肉も肉が。ね、ナスビは好きになんねん。何だか知らんけどな。ナスビ食べたくなんねん。うん、イカの軟骨のどこで。うん、暑い。26度にしてやるの。草から注がれるその一滴一滴を色あせ身の上に育みます。一滴の雫がより豊かに育ち、さらにみずみずしい、うん、一滴一滴準備が美味しいわ。匂いしっとりできた。ここにやがて生き生きと水分に再び溢れ出るまで、その一つ一つが色あせの美味しさ。うん、うん、あ、だからすごいよ。もっとちっちゃいの。これ家なんかも、うん、アンプ家なんかもかな。まあでも映像編集とかで音上げられるかな。プレミアル。岡村隆史が愛した超真面目自衛官の運命のいたずら。ヘリから降り立った岡村チェアマンが立ち並ぶ自衛官の前から真っ先に目をつけた。どうしたの？タイガーが。うん。どうしたの？ちっちゃい。うん。なんか、なんでよかったの？顎が疲れる。自衛隊に所属する31歳。彼は3ヶ月の壮絶な訓練に耐え、試験に合格した者のみ資格を持つことが許される便宜。イベントを前にして山田さんに意気込みを聞く。ナスビ美味しいわ。みんな美味しいナスビ食べへん。人生の半分以上損してるわ。ナスビ。どんだけ損してんの？食べてみよう。めっちゃ美味しいわ。絶対半分くらい損してるけど。何、もう人生 1000% 損してんの？ありえない。半分って言うやん。もっと前から人生の 80% 損してる。ありえない。ありえない。100% 以上ありえない。人生はみ出てるやん。うん、美味しかった。ごちそうさま。ということでね、このあとなんかまたデザート食べてゆっくりしたいと思います。では、本当にバイバイ。